オクラホマシティはアメリカ合衆国オクラホマ州中央部に位置する同州最大の都市にして州都。人口は約53万人で周辺の商業中心地として発展。一帯は肥沃な農地、牧草地が広がり、開拓時代に自営農地を求める約1万人の開拓民によって都市を創設。家畜置き場や肉加工などの畜産関連工場、また、 面下の集散地として発達する。1928年には油田が発見され、後に航空機、電気機械などの製造業も発展する。文化施設には、州歴史博物館、カウボーイ博物館、オクラホマ州立動物園などがある。アメリカ合衆国統計局の調査によると、1608.8平方キロメートルを占め、1572.1 平方キロメートルが陸であり、36.7平方キロメートルが池や川である。2.28%を水域が占めている。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。市季内の芸術地区と愛される街の内部にアーツディストリクトというアパートの計画がある。主要な文化的なアトラクションへの近接性のために芸術地区は近い将来計画されているアパートの 中では、高級な分譲住宅にも近しい。芸術地区内には、シビックセンターやニューオクラホマ美術館、複数の地方の劇場を含む地域も地区内西部にあり、美しく整備されている。オクラホマシティ2000年の統計によると、50万6132人が住んでおり、20万4434の世帯、12万9406の家族が住んでいる。 人口密度は321.9人平方キロメートルである。しかし、市の中心部では約2600人平方キロメートルである。228,149件の住居があり、145.1件平方キロメートルである。人口の60.241%が白人、18.37%がアフリカ系アメリカ人。 3.51%がアメリカ先住民3.48%がアジア系0.07%がハワイやグアムなどの太平洋の島々からの移民5.28%がその他の民族や人種3.89%が2つ以上の民族や人種を親に持ち16.15%がヒスパニック系である204、20 434世帯のうち 30.8%が18歳未満の子供と一緒に生活している。1世帯の平均人数は2.41人であり、結婚している家庭の場合は3.04人である。平均年齢は34歳である。女性100人に対し95.6人が男性である。18歳以上の女性100人に対し92.7人が18歳以上の男性である。 AT&T ボールパークホードセンター2008から09シーズンから NBA のシアトルスーパーソニックスがオクラホマシティサンダーとしてフランチャイズ活動を開始している。MLB ロサンゼルスドジャース参加のトリプル a 級オクラホマシティドジャースの本拠地であるウィル・ロジャースワールド空港が中心となる空港で全米主要都市からの便が出ている。なお、 同空工業の乗客が最も多いのはダラス、ついでイテンバーである。爆破された連邦政府ビル当地にあった連邦政府の地方合同庁舎がティモシー・マクベイによって爆破される。ピックアップトラックに満載された昭安油材爆薬で建物の構造上の弱点の柱を破壊されたため連邦ビルは倒壊した。 託児所内の子供19名を含む168名の死者を出した。現在は敷地一帯は事件のメモリアル慰霊施設となっている。メンズフィットネスマガジンにおける全米における肥満人口の2008年と2009年の調査で肥満の人の割合が全人口の29%を占めるオクラホマシティは全米2番目の肥満都市にランクインした。ありがとうございます。